ジャック・ラムジーはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。バスケットボールのヘッドコーチとして有名な人物。1996年に NBA の偉大なコーチに選ばれ、ドクターの愛称でも呼ばれる。バスケットボールで遠藤入りしている。コネチカット州ミルフォードで育った彼は少年時代両親の勧めにより様々なスポーツを行った。その後、 フィラデルフィア郊外に家族で移り住み、アッパーダービー高校でバスケットボール、野球、サッカーを行い、1942年に卒業した。1979年に高校のウォール・オブ・フェームに選ばれている。母親の強い勧めもあり、セント・ジョセフ・カレッジに進学したが、第二次世界大戦でアメリカ海軍に入隊したため、3年間学業から離れた。 大学ではバスケットボールと野球を行った。最終学年では野球のスーパースター、タイカップのチームメイトだったペップ・ヤングの指導を受けた。1949年に学士号を取得、その後ペンシルベニア大学で1962年に修士号、1963年に教育学の博士号を獲得した。大学を卒業後、6シーズンイースタン。 ペンシルベニアバスケットボールリーグでプレーした。ガードでプレーした2年目のシーズン、ハリスバーグセネターズでチーム2番目の得点を挙げた。選手としての活動と同時に、ペンシルベニア州チェスターにあるセントジェームズ高校や、デラウェア州ウィルミントンにあるマウントプレザント高校のコーチで副収入を得ていた。1955年にセントジョセフカレッジのヘッドコーチに就任。 3500ドルの年邦を得た。1年目チームは23勝6敗で、フィラデルフィアビッグ5で優勝した。そしてナショナルインビテーショントーナメントに初出場した。チームは、デートン、大学に敗れたものの3位となった。彼は1966年までセントジョセフカレッジで、ヘッドコーチを務め、プレーオフに10回進出、ビッグ5で7回優勝。 ミドルアトランティックカンファレンスで5年連続1位となった。1961年には NCWA トーナメントでファイナル4に残っている。41歳となった1965から1966シーズン、右目の網膜浮腫のため、医師の勧めによりコーチを辞任した。大学では通算234勝72敗の成績を残した。 大学のコーチを務めた後に NBA のフィラデルフィアセブンティ・シクサーズのゼネラルマネージャーに就任した。1年目の1966から1967シーズン、シクサーズは NBA 史上最高の68勝13敗の成績で NBA チャンピオンになった。チームの平均得点は125得点でウィルト・チェンバレンが1試合あたり24得点、24リバウンド。 8アシストを上げていたが、1967から1968シーズン終了後、チェンバレンをトレードで放出した。1968から1969シーズンよりヘッドコーチに就任、地元スペクトラムでのロサンゼルスレイカーズ戦では、ジェリー・ウェスト、エルジン・ベーラー、チェンバレンに合計で71得点を上げられたが、114から96で勝利した。 この年チームは55勝27敗、NBA トップの平均119得点を挙げた。シクサーズでは4シーズン指揮を取ったが、そのうち3シーズンでプレーオフに進出した。1971から1972シーズンは30勝52敗に終わり、プレーオフを逃した。1972年よりバッファローブレイブスのヘッドコーチに就任。 一年目は21勝61敗に終わった。翌シーズンは平均得点が17チーム中トップの111.6得点。平均失点はリーグワーストの111.8得点であったものの、勝ち星を倍に増やしてプレーオフに進出。カンファレンスセミファイナルでボストンセルティックスを相手に第6戦まで粘った。ブレーブスでは四シーズンで五十八勝百七十敗の 成績を残した。1976年から1986年まで、ポートランドトレイルブレイザーズを指揮した。創設以来6年間勝ち越ししたことがなく、プレーオフに出場していなかったビル・ウォルトンを、中心とした若いチーム ABA 崩壊に伴い、パワーフォワードのモーリス・ルーカスを獲得した。1年目の1976から1977シーズンに、 チームに初優勝をもたらした。NCWA トーナメントファイナル4と NBA チャンピオンに指導者としてなったのは彼が初めてであった。2シーズン目も開幕から60試合で50勝10敗の成績を上げていたが、ウォルトンが足を骨折し、連覇はならなかった。1986年までラムジーはブレイザーズのヘッドコーチを務めたが、 最後の9シーズン中、プレイオフに進出できたのは2回であった。1978年の NBA、オールスターゲームでは、ウェスタンカンファレンスのコーチを務めた。1986から1987、シーズンより、インディアナペイサーズのヘッドコーチに就任した。1年目のシーズン、NBA2 位の成績を挙げたが、1988から1989、 シーズン、開幕から7連敗したところで辞任した。その後、9シーズンにわたって、シクサーズ、マイアミヒートのテレビ解説者を務めた。1992年にバスケットボール伝道入りを果たした。2014年4月28日、ガンにより89歳で亡くなった。ラムジーが長期にわたって解説者を務めた ESPN は、彼の死をツイッターで報じた。 大学時代の1948年とイースタンリーグでプレーした1954年に脳震盪を起こした。1999年の定期健康診断で前立腺がんを早期発見、治療に成功し、その年解説の仕事を一試合も休まずに行った。2004年10月、メラノーマにかかったほか、晩年は他の病気と戦った。2013年5月10日、 ガンが再発したことを告白、長年務めた解説者から引退した。ラムジーの養子であるジム・オブライエンは、ボストン・セルティックス、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ、インディアナ・ペイサーズ、デートン大学でヘッドコーチを務めた。21シーズンにわたってヘッドコーチを務め、16シーズンでプレーオフに進出、一度の優勝を果たしている。通算成績は、 レギュラーシーズン1674試合864勝783敗。プレーオフ102試合44勝58敗。ありがとうございます。